の細道この旅来て帰れるか、江戸から東北北陸2400キロ飲みしらみ馬の死とする枕元、鳥も鳴かぬ深い森抜けて、静かさや岩に染み入る蝉の声、史跡に涙して気力取り戻し、松尾芭蕉また行く。四コマ文庫今回のお話は松尾芭蕉奥の細道。チャンネル登録してね。